劇団鹿殺しの鷺沼優香です。はい、まあ、再起動だからといって特に何か変わったことはないんですけども、まあこういった情勢でやっぱり自分たちが本当にやりたいことは何なのかとか、この80年ぐらいの人生の中で今これをしてて正解なのかっていう、こととやっぱり向き合う時間がしっかりあったっていうのがあって、あの劇団としてもそういう形を取ったんだと思うんですけども、まあ何人か仲間は正直抜けてすごく寂しいんですが、みんな、まあ、前向きな気持ちでそういうものに向き合って前向きな気持ちで、旅で立ってた仲間たちばっかりなので、私もここに残ったからには、ここが自分のが今一番やりたいことをやれる場所だと信じて、改めて、自分のやりたいことに忠実にあの作品を作っていけたらなっていうのを思うぐらいで、あとはとにかくいつも通り全力で全身全霊で作品に臨みたいと思います。まあ全裸になる気満々だったんですけど、女子はダメだということでまあ服を着ております。残念ながら今日も撮影してきたんですけど、もう初めての人たちがばっかりだったのに、もう一回お風呂を入ったよりもなんかみんな仲良しになってて、なんかそういう裸のスケート羨ましいななんて思いながら、こう女子はできないもどかしさですね、私はいつでもいいんですけどね、あの感じておりますけども、うん、まあ、でも前回その前張りのお芝居をやった時も、私は正直まだ入りたてで何が何だかわからぬまま先輩にあのついていって前張りを一生懸命こうやってチクチク作ってたんですけども、なので私も初めてっていう気持ちなので、特に再演っていう気分はないですね。前、まあ、作品も一つ増えますし、新しい気持ちで普通に新作に臨む気持ちで、鹿殺しの面白さをお伝えできたらいいなと思います。こんな情勢で私たちの劇団のことをこんなに楽しみにしてくださってる人がいて、それだけでもすごくありがたい気持ちでいっぱいなんですけど、あの配信で見てくださる方が今回すごく多いと思うんですけども、そういう方たちにいつか絶対生で鹿殺しを見たいと思っていただけるような、絶対に損はさせない熱い、まあ、生ならではの作品とは言いたいものの、今回作品はね、そのさっきも言いましたけど、配信で見てくださる方の方がきっと多いので、その方たちにも届くような熱量を持って臨んでいきたいと思うんですけども、とにかくいつか生でお会いできることを楽しみにしておりますが、ひとまず配信でもあと来てくださる方も、よろしくお願いいたします。いいのかな。お待ちしてます。